野波営業所名古屋市営バス野波営業所は、名古屋市天白区愛川一丁目市にある、名古屋市営バスの営業所である。最寄りのバス停留所は、地下鉄鳴子北であり、主に地下鉄鳴子北駅発着、天白区、水北の路線を担当している。2000年9月の東海豪雨では水没し、当時12カ所存在した名古屋市営バスの営業所で、 唯一水没車両が発生した。2011年3月に、名古屋市営地下鉄桜通線の徳茂駅までの延伸により、営業所の前には、同線の鳴子北駅が建設された。同時に文書化される予定であったが、開業後も文書化はされず結局、野波営業所のまま存続することになった。その後、2012年4月1日より、 名鉄バスに管理委託されている。また、東営業所は、地下鉄鳴子北駅構内にあるため、名古屋市営バスの営業所の中では、唯一、車庫内にバスターミナルを併設している。統系統は、坂と地下鉄水保運動場東駅及び、新玉橋駅と、鶴舞公園前を経由して結ぶ系統である。地下鉄よりかなり時間がかかるため、 全区間同士の利用は稀である。旧番号は58。1989年の再編で、市の終点が改ま橋に改められるまでは両方とも山下通り行きだった。また、かつては、本、市ともに、広寺通り一で折り返す支線の設定があった。当初は、名古屋駅矢場町鶴舞公園前からご基礎通り、段形通りという路線で、その後、 栄えたい、本新玉橋という路線となった。その後、矢場町経由から、上前津経由に変更されたが、1984年の再編時に、矢場町経由に戻されたのと同時に山下通りまでに、短縮され今のような形になった。五基礎営業所との共感で2010年まで、主担当だったが、当営業所の規模縮小事業によりすべての便が、 ご基礎文書の担当となった。2011年の再編で副担当として、再び教官になり、2017年の再編で、再び主担当となった。また、1994年から1997年のご基礎営業所の改修に伴う閉鎖時は上進営業所が主担当、当営業所が副担当であった。2018年4月1日より、 水保保健所停留所の名称が、同市の保健所組織改正に伴う、名称変更より、水保保健センター停留所に変更された。日中は、平日が、約30分ごとに、交互運行、と休日の、本、は、約40分ごと、市は1から2時間に1本程度の運行となっている。かつては、出入として、栄子基礎通りの区間便が、平日のみ、 早朝に栄駅本終了後にご基礎通り駅が、それぞれ一便設定されていたが、2018年3月のダイヤ改正で廃止された。平成30年4月1日より、水保保健所停留所の名称が、同市の保健所組織改正に伴う、名称変更より、水保保健センター停留所に変更された。保守級13号系統を参照。官保支給に、 本とは、奇襲点が同じだが経路が異なる。バスの行き先表示が LED 化された時は、前面は、それぞれの行き先のみの表示であったが、看護支給に、本と語条が出たせいか、経由値が追加され、平成今地下鉄上だという表示に変更された。平日は、毎時2本程度の運行。土休日は、本数が減り、毎時1本のみの運行となる。 東京都は、名古屋港と地下鉄鳴子北駅の間を、国道154号、名古屋市道東海橋線経由で結んでいる。地下鉄とは異なり荒玉橋や金山を通らずに一直線の経路を取っているため所要時間が短い。1994年の再編で、6位と34、荒玉橋、地下鉄掘った。 神宮東門が廃止された関係で、矢後と新玉橋間の路線と新玉橋、地下鉄、堀玉の免許を残すために、86、が新設される。ただし本数的には、区間運転の妙見町新玉橋の方が多く、名古屋港まで運行するのは、毎時一本程度であった。1998年の再編で、 八十六は、新玉橋で分断されることになり、東側は、新玉11、西側は、名校十六を名乗ったのだが、西側は、大半が、三十九の一部分を結合して、野並木に変更になり、新玉橋駅は昼間時のみの運行となった。二千一年の再編で新玉橋駅が廃止、そして二千四年の再編で新玉橋、矢後と日赤病院で、 地下鉄と完全に競合する新たま11も廃止となる。その後折り返しの都合等で一部の便を除き、野波車庫まで延長され、2009年4月の再編で、すべての便が野波車庫までの運行となった。2010年4月の野波営業所規模縮小事業で、東営業所からなる営業所の担当となったが、2011年3月より、 担当が東営業所に戻される。2011年3月の地下鉄桜通線の波、徳茂間開業により、終点のバス停の名前が、野波車庫から地下鉄鳴子北に変更されている。この時の再編で、中京病院付近の経路が変更となって、地下鉄鳴子北行きも中京病院に停車する。予定であったが、生活道路を経由する必要があるためにこの素案は、 撤回されて従来通りの経路となった。また、この時の再編で、古族大橋伊東の区間で重複していた、神宮十三が廃止されたため、そのまま代替路線の役割を担うようになった。全日とも、ほぼ終日毎時一本の運行である。歓迎日号系統を参照。なお、分割時に、従来の北沢経由を、 中津町経由に変更している。日中の運行本数は、毎時1本程度。全員区間の所要時間は、地下鉄よりやや長いが料金は30円安い。堺2市の出入庫という役割も持つ。また、水保巡回の出入庫として一部中型バスでも運行される。 2011年の再編まで、途中の野波住宅停は折り返し機能も備えた大規模なバス停だったが、この再編でここを発着していた、野波12、野波14、野波15の起点が変更され、現在あたり停留所を経由するのはこの系統のみで、ある。この系統は、地下鉄、上田駅と地下鉄鳴子北駅の間を、地下鉄、野波駅、 池上経由で結ぶ路線である。もともとは39の出入湖線という扱いだったが、1998年の再編で本線が廃止されこの部分だけが残った。2011年3月の再編で廃止された野波13を保管するため、鳴海山下池上経由となった。時間帯によっては、池上、小鳴海、野波、 島田付近で渋滞があるため定時運行ができない便もある。運行本数は毎時1本程度。全便ノンステップバスで運行。では、野波平日6時15分土日休6時16分地下鉄上田行きの1本のみ運行。口述のナルコ11とは島田以南の経路が異なるため方向幕には野波、地下鉄上田、または野波、 地下鉄なるこきたと表示される。2004年までの天白区である。この系統は、塩釜口から焼け山橋で住宅地の狭いな道を走るために、1994年の再編で中型車を本格的に導入するまでマイクロバスで運行していた時代があった。天白巡回と路線を一部共有しているため日中は、そちらの系統で運転される。なお、 この系統の運行状況は次の表にまとめることができる。サナイコ周りは、天白区の時代から2011年の再編までは設定があったが、現在全く設定がない。また、土曜日は朝は左回り、夕方引く夜は右回りしか運行されない。左大回りも現在は全く設定されていない。1998年の再編で、それまでの、 75から、諸の木を、野波大使へと、経路変更し、野波16となったものが、2011年の再編で、野波、野波車庫を短縮、合わせて、相川に経由を、鳴子住宅経由に変更し、現行の経路となった。途中の式田北バス停は、中京競馬場付近にある。終点の大使バス停からは、名鉄名古屋本線の中京競馬場前駅が近い。 運行本数は、毎時1本程度。また、東京都は、路線の大部分が、緑区であるが、東営業所のみが担当しており、緑営業所や、なる営業所は、運行を担当しない。平成30年4月1日より、緑保健所停留所の名称が、同市の保健所組織改正に伴う、名称変更より、緑保健センター停留所に変更された。 地域巡回バスの一つ。従来の天白区の大回りの経路を天白福祉会館や上田大久でなどに立ち寄るように少し膨らませた経路になっている。2015年4月からは17時代にも追加運行されている。地域巡回バスの一つである。2004年までは公共施設関連系統の水北であった。水北は当初は 五基礎営業所の管轄で、名鉄神宮前、堀田通り五牛巻水穂通り六水北役所、五基礎通りというシンプルな経路であったが、1994年の再編で五基礎営業所が一時閉所になることから当営業所に管轄が変更となり、同時に従来のルートの内水穂通り六五基礎通りが、地下鉄桜通線と重複することから、経路が、名鉄神宮前、 水北役所次第役学部山下通り、清水が、丘、矢富桜が、丘中根と変更された。2000年の再編で新玉橋を奇襲点とする、循環型の経路に変更するのと同時に、水北役所マイナス大との町間が、川澄町経由に変更となる。2004年の、水北、水保巡回、の再編では、水北役所、 川澄町官を随領高校経由に、また中根新玉橋館を、水穂運動場東経由に変更した。2011年に、都市計画道路豆田町線が開通したため経路を、若干変更し、牛巻で右折して、大気、高辻、菊園町一を経由するものを、大回り、堀田通り号を右折して、博物館に至るものを本線として運行したが、 2015年4月の再編で統合された。なお、この統合により、明音通駅を経由する、バスが消滅した。現在は、新玉橋津賀電神社地下鉄掘った大輝水北役所桜山高田町、掘った通り五丁目高辻桜山、川澄町水保福祉会館北水保。 運動場東清水が、丘昭和高校前雇見通り3丁目、水保グランド雇見通り1丁目荒玉橋以上の、ルートを経由し、右、左回りがある。平成30年4月1日より、水保保健所停留所の名称が、同市の保健所組織改正に伴う、名称変更より、水保保健センター停留所に変更された。1時間に1本の運転。 野波車庫が、名鉄バスに委託された2010年の再編で、一旦、ご基礎営業所に移管されたが、翌2011年の再編で再び、野波担当に戻された。本系統は、水保運動場東を、始発儀とする、金山14.1516、及び、坂20、本、の間あゆんに該当する。 現在の経路になったのは2004年の再編からで、それまでは、清水が、丘までの運行だった。また、朝の時間帯の出庫の宮ごとを経由する便があった。2011年3月27日より、停留所の名称が、野波車庫地下鉄鳴子北となったため、系統番号も、の、随、自命、随、となった。現在、平日。 休日日とも1日に10本程度運行されているバスターミナルの波営業所の敷地内にあるバスターミナルに設置されている2011年3月開業した名古屋市営地下鉄桜通線の鳴子北駅への最寄りバス停である地下鉄開業前は野波車庫という名称であった発着する系統は地下鉄鳴子北駅の項を参照なお 当バス停をまたいで運行される系統はない。バスターミナルは営業所の敷地を使用して設置されたため、ターミナル内での夜間対白も行われている。車庫への出入り口は、バスターミナル側の他に、反対側にも存在し、こちらは地下鉄鳴子北駅一番出入り口側に位置する。いずれの出入り口も地下鉄開業前から存在する。2011年9月現在。 70両を保有している。もともとは日産ディーゼル製の車両で統一されていたが、入札制の導入や営業所の再編により、現在では他メーカーの車両も多数配置されている。配属されている車両は以下の通りである。ワンステップバス、ツーステップバスは配属されていない。名古屋市交通局、市営交通事業経営権全化計画。 P30 2014年8月31日閲覧。Wikimedia Commons には、名古屋市営バスの並営業所に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。